ビデオダイアリー June 9th, 2022 by Hiroshi Hayashi, Hamamatsu City, Japan。 ビデオ日誌2022年6月9日、林博史です。こんにちは。ウェディング、結婚式、婚礼式ですね。で、イエスとベタニアのマリアは結婚していました。その結婚した様子、つまりウェディングの様子を表現したのがレオナルド・ダ・ヴィンチが書いたと言われている最後の晩餐と題された絵画ということになります。つまりあの最後の晩餐という絵画はイエス、シャマーシュ・イエスとベタニアのマリアの結婚式の様子を表現したものだということです。はい、ということなんですね。わかりやすく言うとですね、ミケランジェロ、ダ・ヴィンチの描いた絵画、彫刻というのはですね、絵画や彫刻ではないということです。つまり神が人間に残したメッセージということになります。絵画や彫刻というのはですね、いわゆる古今東西、時空を超えた言語ということになるわけです。つまり今の今、私林博史が極東アジアのこの日本においてですね、そうしたメッセージを読み取ることができるということ、そのことがですね、つまりその証拠ということになります。私たちは現在、ダ・ヴィンチなる画家が描いた最後の晩餐という絵画を見てですね、その向こうに、つまりシャマーシュ・イエスとベタニアのマリアが結婚していたという事実をつかみ取ることができます。言い換えると読み取ることができます。つまり時空を超えた言語だということですね。裏を返していると、その謎を解くことによって、つまりは神が人間に与えたメッセージを直接世界中の誰でも読み取ることができるということになります。という視点でね、最後の晩餐をもう一度見ていただきたいと思います。だいたいこの最後の晩餐と題された絵がおかしいんですよね。向こう側に背景の景色が見えますが、どう見ても夜ではありません。 Last Supper という時にはですね、 Supper というのはどちらかというと夜食ということになるわけですよね。ディナーというと、まあ、豪華なねフルコースの夕食を言うわけです。イギリスではティー、オーストラリアでもティーという時には簡単な夕食を言います。ともかくも昼間に行われているということですね。その証拠が太陽光線が部屋を照らしていますから、その太陽光線を追いかけてみると昼間ということになるわけです。つまりサパーではないということですね。はい、そして同時にあの絵はですね、中央にイエス、シャマーシュイエスを置きですね、両側に6人ずつの人員を配しています。66というのはユダヤのゲマトリアではウェディングを意味します。なあ、今度の日曜日、俺の友達の66なんだよ。え、友達って誰だ？あいつだよ。ああ、あいつの66か、というような感じで66という数字をですね、ウェディングの暗号として使っていたということになります。まあ、要するに隠れユダヤ教徒たちはですね、表向きはイエス・キリスト、キリスト教の、まあ、マリア教ですねの信者のふりをしながら、裏でユダヤ教を信仰していたということになるわけですね。となると、その 6+6、 つまり12人は誰かということですけども、その中には裏切り者のユダはいません。裏切り者のユダというのはとんでもない、まあ、例外的な悪党であったということになるわけです。ではもう一人は誰かと言いますと、ベタニアのマリアということになるわけです。はい、そのベタニアのマリアがイエスの向かって左側に配置されています。あの人物は一般には広く、まあ、どんな説明書にも弟子のヨハネとなっています。ヨハネは男性です。しかしそこに書かれている人物はどう見ても女性なんですよね。ですからあれをヨハネという方が無理だということですね。つまりあの中央に描かれているのがシャマーシー、その向かって左側に恥ずかしそうに顔を、ね、
まあ、伏せてますか、目を伏せているのがベタニアのマリアということになります。そしてその中央に W の字を配しています。 W、 ウェディングの頭文字ということになります。ベタニアのマリアとイエス、シャマーシュイエスとは恋仲関係にありました。その様子を表した、まあ、部分がですね、聖書の中に残っています。つまりイエスが話をするとですね、話をしているとベタニアのマリアはイエスの足元に座ってですね、じっとイエスの話を聞き入っていました。それを見たベタニアのマリアの姉のマルタ、マーサがですね、イエスにこう言います。イエス様、うちの妹はあなたの話ばかりを聞いて全然家事を手伝ってくれません。あなたの方から家事を手伝うように言ってくださいと、マルタがですね、マルタがイエスに苦情を言うとですね、イエスはいいじゃないか、いいじゃないか、マルタ、今あなたの妹のマリアは第一の仕事をしているんですよというようなことを言って、逆にマルタをたしなめるわけですよね。その第一の仕事ということは、つまりは私は、いわゆる男と女にとって最も重要な話というふうに解釈しました。そしてまあ、その兄のですね、ラザロが、まあ、亡くなったあと4日目のことなんですけども、イエスは近くまでやってくるわけですよね。でその時のことなんですけども、イエスと、まあ、ベタニアのマリアのほのかなってますかね、やんなんかなってますかね、現代風のようなね、露骨なその恋物語ではないんですけども、細かなやり取りをしながらですね、まあ、その聖書の中にその文言が残ってますからね。つまりイエスとベタニアのマリアのほのかな恋物語まで、そのいわゆるその聖書の中に残っているということですね。その恋物語についてはですね、この動画の後と言いますか、今このビデオダーリーの後つなげておきますから、どうかご覧になってください。つまり結論から先に言えばですね、ダ・ヴィンチなる画家が描いたと言われている最後の晩餐はですね、最後の晩餐に見せかけた、まあ、多くの画家がですね、当時最後の晩餐の絵を描いていましたから、その最後の晩餐に見せかけた、つまりはシャマーシュイエスとベタニアのマリアの結婚式の様子を表したものだということになるわけです。でこの後ベタニアのマリアは妊娠してですね、お腹が大きくなります。それを様子を表したのがニコラ・プスさんのアルカディアの牧人たちという絵ということになります。そして、その時はですね、シャマーシエスはすでに殺されます。殺した相手というのは、シャマーシエスを殺したのはバプティストのヨハネと、それがヨハネと裏切り者のユダと、そしてイナンナ・マリア、聖母マリアと言われているバージンマザーということになるわけです。そして石棺に納められます。その様子を描いたのが、ミケランジェロが描いた埋葬と題された絵です。そして石棺の中に入れられて、そのイエスは葬られることになったんですけども、その時の様子を描いたのが、先ほど言いましたニコラ・プスさんの、アルカディアの牧人という絵ということになります。ですからアルカディアの牧人の絵と、それからミケランジョ・ブロナルティの描いた埋葬の絵は共通しています。石棺も両方とも石棺、全く同じ石棺が描かれています。そしてこう背後にはですね、山がきちんと描かれていますけれども、その山まで一致しています。そしてニコラ・プスさんの描いたそのアルカディアの牧人たちの石棺にはですね、我アルカディアにありという文言が書かれています。私は死の理想郷のアルカディアにいますよという意味なんですよね。ラテン語で書かれています。それを見てベタニアのマリアは安堵して、そしてほっとした、なんて言いますかね、優しさを顔に浮かべながらですね、にっこりと笑っているという絵とつながっていきます。でその後ですね、まあ、その後と言いますか、その前後と言いますか、それは前だと思いますけども、そのシャマーシュエスが亡き後ですね、替え玉の男が殺されます。その様子を表したのがカンピですね、アントニオ・カンピの The Passion of the Secret of the Passion of Jesus Christ ですね、イエス・キリストの劇場の秘密という絵になります。そこに描かれている、まあ、殺されたイエスの顔が表現されていますが、その顔といわゆるですね、あのダ・ヴィンチの描いた暗夜の戦いの中に描かれている馬に引かれて、馬に
光り敷かれてですね、仰向けに倒れている男の顔が一致します。その暗闇の戦いの絵の中に描かれている男の手にはですね、聖痕が描かれ、そしてもう一方のその手にはセクルと呼ばれている、まあ、いわゆる、まあ、鎌型刀ですよね。国や日本にはそういう刀ありませんけど、鎌型刀が表現されています。その様子を表したのが、さらに話をつなげていくと、パブロ・ピカソのゲルニカということになります。ゲルニカの中に中央の下に描かれているのがその人物ですけれども、あの人物も折れた刀を持っています。こうしていわゆる時空を超えていろいろな絵がですね、つながっていきます。これ全体として一つのメッセージということになるわけです。まあ、以上のことをですね、発見したのはすべて私、林博史です。そしてそのシャマーシュ、イエスは殺されます。その時の様子を表したのが、ミケランジェロ・ブラノティの描いたピエタ像です。あのピエタ像には聖痕はありません。ミケランジェロは4体のピエタ像を彫刻してますけれども、そのどれにも聖痕がありませんなどというとですね、サンピエトロのピエタ像には聖痕があるじゃないかというふうに反論なさる方がいらっしゃると思いますけれども、サンピエトロのピエタ像の聖痕は後から辻褄アーツのために誰かが彫った、つまりは捏造された聖痕ということになります。その証拠に、あのサンピエトロのピエタ像の像のですね、足にも甲の方、表の方には聖痕がありますが、裏の方には聖痕がありません。その写真もですね、ローマ在住のひまわりさんという方から送り届けていただきました。ひまわりさんの義理のお兄さんはですね、バチカン勤務ということで、まあ、普通では手に入らない写真が手に入りました。その写真を見るとですね、あのサンピエトロのピエタ像の足の裏にはですね、聖痕がありませんということで話がつながっていきます。話を少し戻しますと、シャマーシエスはイナナ・マリアたちに相当ひどい拷問を受けて殺されました。胸を締め付けられ、体中を紐で縛り付けられ、その紐をですね、グイ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 と骨が砕けるまで、肩の骨が折れるまで、締め付けられて殺されています。その様子を表したのが、ミケランジェロ・ブラノティの彫刻したと言われている瀕死の奴隷と、それから反抗的な奴隷ということになります。その説明も、一連の説明も動画の中でしていますから、どうかそちらをご覧になってください。まあ、こうして話が進んでいくわけですけれども、もう一つは大事な話があります。そのベタニアのマリアはですね、その後、つまりまあですね、いわゆる、まあ、ピエタ像の後ですね、あのサンピエトロのピエタ像の彫刻した後ですけれども、今度は聖母子像を表現しています。その聖母子像というのはですね、いわゆるシャマーシエスと、それからベタニアのマリアの間にできた子供、男の子のユダということになります。ベタニアのマリアはですね、シャマーシエスの何時の敵を愛せよという究極の愛の哲学を実践するためにですね、あえて自分の息子の名前をユダとしたというふうに考えられます。そのことを、まあ、私たちに伝えたのはスティーブン・スピルバーグ監督のドキュメンタリー映画ということになります。それについても、説明していますので、全部翻訳してますので、まあ興味のある方はまたそちらの方に焦点を当ててみてくださいというふうにして話がつながっていきます。汝の敵を愛せよ、つまりそれがイエスの究極の愛の結晶であったわけですけども、ベタニアのマリアはそれを実行実践したということになります。つまり私たちが現在敬愛の念を込めて、あの例えばアベマリアという歌曲に歌い上げている、あのマリアというその女神、女性はですね、ベタニアのマリアであったということになります。というふうにして話が進んでいくわけですけども、その原点にあるのが今ご覧いただいている最後の晩餐ということになります。ベタニアのマリアとイエスの恋物語についての動画は、先ほども言いましたようにこの後につなげておきますから、どうかご覧になってください。そしてそこを原点にしてですね、つまりシャマーシュイエス、イエスのつまりは真の物語を皆さんにも理解していただきたいと思います。で、なぜこうした事実をですね、私が皆さんにお伝えするか、またこうした事実を皆さんにお伝えする意味はどこにあるかというとですね、つまりはいよいよ神の方がですね、人間に対して門を開き始めたということになります。
つまり神の側からしてみるとですね、今までは上下関係がはっきりとした神と人間の関係であったわけです。ところがそうではなくて、人間の方が神に近づいてきたということになるわけです。その時にですね、神自身が、つまり人間側に向かってですね、どうか私たちの真実の物語を知ってくださいということを、まあ言い始めて言ってくださったということになります。当然のことだと思います。皆さんが誰かと親しくなりたいと思った時にはですね、皆さんは自分のすべてを一度さらけ出すということをなさると思います。嘘やインチキやデタラメや、まあ、いわゆる作り話によって飾られた自分というものをですね、を相手の方が信じているような状態では互いに親密にはなれないということですね。逆に親密にされたところで大変居心地は悪いのではないでしょうか。あなたはあなた、裸のままありのまま、そういう姿を皆さんが一度さらけ出して、そして相手の方がそれを見て、その上でですね、親しくなりたいというのであればですね、あなたも安心してその人と付き合うことができます。神もまたしかりということになるのではないでしょうか。つまりそれがですね、私が言う神が門戸を開いたという意味ということになります。こうした絵が描かれてから500年の年月が過ぎました。そして私林浩司がそうした事実を皆さんにお伝えしています。つまりそうした事実をですね、今皆さんが知ることによって神の姿を知るということですね。そしてそれはある意味で、まあ、キリスト教あるいはマリア教でもいいわけですけども、それを信仰なさっている方にとっては大変なショックであり驚きということになるわけですけども、事実は事実ということになるわけです。またそれを知ることによってですね、皆さんはイエスを知り、マリアを知りということになって、初めてそこで互いのいわゆる、まあ、人間関係的なですね、神と人間の関係ができるということになります。そしてそれを知ることによってですね、一歩さらに一歩、私たちは神に近づくことができるということになります。神自身にしてもですね、自分たちの姿を私たちに見せたということになります。つまり門を開いたということになります。つまり決して私はイエスを否定するわけではありませんし、マリア教のマリアを否定するわけではありません。つまりいよいよ人間がですね、新しい新時代を迎えて、その神にふさわしい人間への入り口に立ったということにもなるわけです。このチャンスをですね、どう生かして、そして神に近づいていくかということはですね、つまりは私たち自身の努力、方向性ということになってくるのではないでしょうか。ということで、ビデオダイアリー今日ここで終わりますけども、この後にイエスとマリアのラブストーリーの動画をつなげておきます。とっても楽しい、心温まる動画だと思います。ではここで失礼します。バイ。Jesus refused to turn a stone into bread during his training in the wilderness.However, in the resurrection of Lazarus, Jesus shows the greatest miracle of the miracles. But why? I, Hiroshi Hayashi, think that it was because Maria Bethany was there behind the great miracle that Jesus showed. Jesus couldn't stand the tears of Maria Bethany. Therefore, I just think thatThat is the reason why Jesus shows the greatest miracle. In other words, Jesus' feelings for Maria Bethany might have been so strong like that. Here is a love story of Jesus with Maria of Bethany. 荒野の修行で石をパンに変えることを拒絶したイエスが、そのイエスがラザロの復活では奇跡中の大奇跡を見せることになります。なぜでしょうか。私林浩司はそのイエスが見せた大奇跡の裏に、ベタニアの
マリアがいたからだと考えています。イエスもベタニアのマリアの流す涙には耐えられなかったということになります。それゆえにイエスはその大奇跡を見せたのではないかと考えています。つまりベタニアのマリアに対するイエスの思いはそれほどまでに強かったということになるのではないでしょうか。これからそのイエスとベタニアのマリアの恋物語について説明します。広し林浜松シティジャパン。I am about to read some passages from the Bible. Four people appear in this story. Jesus, Martha, her younger sister Maria, and Lazarus, who is widely understood to be Jesus' best friend. So, this story begins when Jesus comes near Lazarus' house,In Bethany. According to the Bible, it is when Jesus came to about 2.5 kilometers from Martha's home. Lazarus had already died at that time and was on the fourth day after his death. So here in these passages, which I'm about to read, just imagine what conversations each hadwith each other rather than the content of the story itself. Especially at each time, just imagine what Jesus said to Martha and her younger sister Maria. And just imagine what and how Maria thought at that time and why she acted like that. And more importantly, why did Jesus then performSuch a great miracle as to revive Lazarus. Why did Jesus, who never used a miracle or perform a miracle, both in the training in the wilderness and in the place where he was killed? Why, and why? With these in mind, you too are able to find out in the background of this story, wonderful love story of Jesus, which is very sincere, beautiful, and pure. これから聖書の一節を読みます。この話の中には4人の人が登場します。イエスとマルタとその妹のマリアと、そしてイエスの親友と言われていたラザロです。で、この物語はイエスがラザロの家の近くまでやってきたところから始まります。聖書によればイエスがラザロの家から約 2.5 キロのところまでやってきた時のことということになっています。ラザロはその時すでに亡くなって4日目になっていました。で、これから読む聖書の一部では物語の内容よりもその物語の向こうでそれぞれがそれぞれとどんな会話を交わしたかということを想像してみてください。ここが重要です。これから読む聖書の一部では物語の内容よりもその物語の向こうでそれぞれがそれぞれとどんな会話を交わしたかということを想像してみてください。特にその時イエスは何と言ったのか、またマリアはその時何を思い、なぜそのような行動をとったのかと、そしてさらに重要なこととして、なぜイエスはその時ラザロを復活させるなどという大奇跡を
してみせたのかとです。荒野の修行でも、また自分自身が殺される場においても、決して奇跡を使わなかったイエスが、なぜ神の大奇跡をしてみせたのかとです。なぜなぜなぜ、それを考えていくと、あなたもこの物語の背景に、いとも淡く、いとも美しく、いとも素晴らしく、そしていとも爽やかなイエスのどこまでも素晴らしい恋物語を知ることになります。広し林、浜松シティ、ジャパン。日本聖書協会の翻訳文をそのまま朗読させていただきます。ラザロの死。ある病人がいた。マリアとその姉妹マルタの村ベタニアの出身で、ラザロと言った。このマリアは主に香油を塗り、髪の毛で主の足を拭った女である。その兄弟ラザロが病気であった。姉妹たちはイエスのもとに人をやって、主よ、あなたの愛しておられる者が病気なのですと言わさせた。イエスはそれを聞いて言われた。この病気は死で終わるものではない。神の栄光のためである。神の子がそれによって栄光を受けるのである。イエスはマルタとその姉妹とラザロを愛しておられた。ラザロが病気だと聞いてからも、なお2日間同じところに滞在された。それから弟子たちに言われた。もう一度ユダヤに行こうと。弟子たちは言った。ラビ、ユダヤ人たちがついこの間もあなたを石で打ち殺そうとしたのに、またそこへ行かれるのですかと。イエスはお答えになった。昼間は12時間あるではないか。昼のうちに歩けばつまずくことはない。この世の光を見ているからだ。しかし夜歩けばつまずく。その人のうちに光がないからである。とこうお話になり、またその後言われた。私たちの友ラザロが眠っている。しかし私は彼を起こしに行く。弟子たちは、主よ、眠っているのであれば助かるでしょうと言った。イエスはラザロの死について話されたのだが、弟子たちはただ眠りについて話されたものと思ったのである。そこでイエスははっきりと言われた。ラザロは死んだのだ。私がその場に居合わせなかったのはあなた方にとってよかった。あなた方が信じるようになるためである。さあ彼のところへ行こうと。するとディディモと呼ばれるトマスが仲間の弟子たちに、私たちも行って一緒に死のうではないかと言った。イエスは復活と命。さてイエスが行ってご覧になると、ラザロは墓に葬られてすでに4日も経っていた。ベタニアはエルサレムに近く15スタディオンほどのところにあった。マルタとマリアのところには多くのユダヤ人が兄弟ラザロのことで慰めに来ていた。マルタは
イエスが来られたと聞いて迎えに行ったが、マリアは家の中に座っていた。マルタはイエスに言った。主よ、もしここにいてくださいましたら、私の兄弟は死ななかったでしょうに。しかしあなたが神にお願いになることは何でも神は叶えてくださると私は今でも承知していますと。イエスがあなたの兄弟は復活すると言われると、マルタは終わりの日の復活の時に復活することは存じておりますと言った。イエスは言われた。私は復活であり命である。私を信じる者は死んでも生きる。生きていて私を信じる者は誰も決して死ぬことはない。このことを信じるかと。マルタは言った。はい主よ、あなたが世に来られるはずの神の子メシアであると私は信じておりますと。マルタはこう言ってから家に帰って姉妹のマリアを呼び、先生がいらしてあなたをお呼びですと耳打ちした。マリアはこれを聞くとすぐに立ち上がりイエスのもとに行った。イエスはまだ村には入らず、マルタが出迎えた場所におられた。家の中でマリアと一緒にいて慰めていたユダヤ人たちは、彼女が急に立ち上がって出ていくのを見て、墓に泣きに行くのだろうと思い後を追った。マリアはイエスのおられるところに来て、イエスを見るなり足元にひれ伏し、主よ、もしここにいてくださいましたら、私の兄弟は死ななかったでしょうにと言った。イエスはマリアが泣き、一緒に来たユダヤ人たちも泣いているのを見て、心に憤りを覚え興奮して言われた。どこに葬ったのかと。彼らは主よ、来てご覧くださいと言った。イエスは涙を流された。ユダヤ人たちは、ご覧なさい、どんなにラザロを愛しておられたことかと言った。しかし中には盲人の目を開けたこの人も、ラザロが死なないようにはできなかったのかという者もいた。イエス、ラザロを生き返らせる。イエスは再び心に憤りを覚えて墓に来られた。墓は洞穴で石で塞がれていた。イエスが、その石を取り除けなさいと言われると、死んだラザロの姉妹マルタが、主よ、四日も経ってますからもう匂いますと言った。イエスは、もし信じるなら神の栄光が見られると言っておいたではないかと言われた。人々が石を取り除けると、イエスは天を仰いで言われた。父よ、私の願いを聞き入れてくださって感謝します。私の願いをいつも聞いてくださることを私は知っています。しかし私がこう言うのは周りにいる群衆のためです。あなたが私をお使わしになったことを彼らに信じさせるためです。こう言ってから、ラザロ出てきなさいと大声で叫ばれた。すると死んでいた人が手と足を布で巻かれたまま出てきた。顔は覆いで包まれていた。イエスは人々に、ほどいてやって行かせなさいと言われた。イエスを殺す
計画。マリアのところに来てイエスのなさったことを目撃したユダヤ人の多くはイエスを信じた。しかし中にはファリサイ派の人々のもとへ行き、イエスのなさったことを告げる者もいた。そこで祭司長たちとファリサイ派の人々は最高法院を招集していった。この男は多くの印を行っているが、どうすればよいかと。このままにしておけば皆が彼を信じるようになる。そしてローマ人が来て我々の神殿も国民も滅ぼしてしまうだろう。彼らの中の一人でその年の大祭司であったカイアファが言った。あなた方は何も分かってない。一人の人間が民の代わりに死に、国民全体が滅びないで済む方があなた方に好都合だとは考えないのかと。これはカイアファが自分の考えから話したのではない。その年の大祭司であったので預言としてイエスが国民のために死ぬと言ったのである。国民のためばかりでなく、散らされている神の子たちを一つ集めるためにも死ぬと言ったのである。この日から彼らはイエスを殺そうと企むようになった。それでイエスはもはや公然とユダヤ人たちの間を歩くことはなく、そこを去り、アレノに近い地方のエフライムという町に行き、弟子たちとそこに滞在された。さて、ユダヤ人の加越祭が近づいた。多くの人が身を清めるため、加越祭の前に地方からエルサレムへ登った。彼らはイエスを探し、神殿の境内で互いに言った。どう思うか、あの人はこの祭りには来ないのだろうかと。祭司長たちとファリサイ派の人々はイエスの居所が分かれば届け出よと命令を出していた。イエスを逮捕するためである。以上がヨハネ福音書の第11章ですが、皆さんはこの話を通してイエスとベタニアのマリアの細かい心のやり取りをお感じになることができたでしょうか。つまり普通の男女の関係ではない、なかったということになります。では最初からもう一度読み直してみます。部分部分で私の解説を挿入します。翻訳文をそのまま朗読させていただきます。ラザロの死。ある病人がいた。マリアとその姉妹マルタの村ベタニアの出身でラザロと言った。このマリアは朱に香油を塗り、髪の毛で朱の足を拭った女である。一般的にはですね、西方教会においてはですね、ここでいうマリアというのはですね、マグダラのマリアだと考えられていましたが、しかしその後ですね、近年になってからはマグダラのマリアとベタニアのマリアとは別人であると考えられるようになっているそうです。ともかくもですね、ここでですね、まあただならぬ関係についてですね、皆さんも注意していただきたいと思います。髪の毛で足を拭い、体に香油を塗るということはですね、どういう行為なのかということをですね、まあ、想像してみてください。それがイエスとマリアの関係であったということになります。
その兄弟ラザロが病気であった。姉妹たちはイエスのもとに人をやって、主よ、あなたの愛しておられる者が病気なのですと言わさせた。イエスはそれを聞いて言われた。この病気は死で終わるものではない。神の栄光のためである。神の子がそれによって栄光を受けるのである。イエスはマルタとその姉妹とラザロを愛しておられた。ラザロが病気だと聞いてからもなお2日間同じところに滞在された。それから弟子たちに言われた。もう一度ユダヤに行こうと。弟子たちは言った。ラビ、ユダヤ人たちがついこの間もあなたを石で打ち殺そうとしたのに、またそこへ行かれるのですか？イエスはお答えになった。昼間は12時間あるではないか。昼のうちに歩けばつまずくことはない。この世の光を見ているからだ。しかし夜歩けばつまずく。その人のうちに光がないからである。とこうお話になり、またその後言われた。私たちの友ラザロが眠っている。しかし私は彼を起こしに行くと。ここでイエスはラザロを友と呼んでいる点に注意してください。つまりですね、イエスはわざわざラザロを復活させた、大奇跡を使ったということになるわけですけども、なぜ大奇跡を使ったかというその理由付けとしてですね、親友であったというふうに一般的には解釈されているわけですけども、ラザロ自身は弟子でもなかったというわけですよね。ただマルタの兄か弟であったという点です。しかしイエスはそのラザロに向かってなぜ大奇跡をしたかという、私の疑問の第一点がここにあります。弟子たちは、主よ、眠っているのであれば助かるでしょうと言った。イエスはラザロの死について話されたのだが、弟子たちはただ眠りについて話されたものと思ったのである。そこでイエスははっきりと言われた。ラザロは死んだのだ。私がその場に居合わせなかったのはあなた方にとってよかった。あなた方が信じるようになるためである。さあ彼のところへ行こうと。するとディディモと呼ばれるトマスが仲間の弟子たちに、私たちも行って一緒に死のうではないかと言った。イエスは復活と命。さてイエスが行ってご覧になると、ラザロは墓に葬られてすでに4日も経っていた。ベタニアはエルサレムに近く15スタディオンほどのところにあった。マルタとマリアのところには多くのユダヤ人が兄弟ラザロのことで慰めに来ていた。マルタはイエスが来られたと聞いて迎えに行ったが、マリアは家の中に座っていた。ここが重要なポイントですから注意深くお聞きください。イエスはベタニアへやってきたわけです。そして 2.5 キロのところまでやってきたわけです。で、それを聞いたマルタがイエスを迎えに行ったわけです。ところが妹のマリアは行かなかったわけですよね。で、一方イエスは直接そのままラザロの家に向かえばよかったんですけれども、行かないでベタニアのそのマルタの家から 2.5 キロのところで
待っていたということになるわけです。なぜマリアは会いに行かなかったのか、イエスはなぜ家には行かないで 2.5 キロのところで迎えを待っていたのかということになります。マルタはイエスに言った。主よ、もしここにいてくださいましたら、私の兄弟は死ななかったでしょうに。しかしあなたが神にお願いになることは何でも神は叶えてくださると私は今でも承知していますと。イエスがあなたの兄弟は復活すると言われると、マルタは終わりの日の復活の時に復活することは存じておりますと言った。イエスは言われた。私は復活であり命である。私を信じる者は死んでも生きる。生きていて私を信じる者は誰も決して死ぬことはない。このことを信じるかと。マルタは言った。はい、主よ、あなたが世に来られるはずの神の子メシアであると私は信じておりますと。マルタはこう言ってから家に帰って姉妹のマリアを呼び、先生がいらしてあなたをお呼びですと耳打ちした。ここが大変重要なポイントです。マルタはイエスを迎えに行って、そして帰ってきてですね、でイエスはその時そこで待っているということになったわけですけども、マルタだけが家に戻ってきてですね、マリアに耳打ちしたわけです。つまりイエスがですね、あなたに会いたがっている。ここが重要です。イエスがあなたに会いたがっていると耳打ちしたというわけです。ということはですね、イエスはマルタに会った時にですね、こう言ったわけですよね。マリアに会いたい、マリアを呼んできてくれないかと。ここが重要です。話をつなげます。マリアはこれを聞くとすぐに立ち上がり、イエスのもとに行った。それを聞いたマリアはですね、すぐに立ち上がりということなんですね。そしてイエスのもとに走ったということになります。で、距離にして 2.5 キロですから、まあ30分は優にかかるわけですよね。となるとその間イエスは何をしていたかということになりますけども、当時のことですからね、その場所を動かないで、つまりマルタに告げた場所をですね、動かないでその場所でマリアを待っていたということになります。つまり1時間以上、往復ですよね、1時間以上その場所で待っていたということになります。そしてマリアは繰り返します、すぐに立ち上がってイエスのもとに走っていったというわけです。その気持ち皆さんにも分かっていただけるでしょうか。イエスはまだ村には入らず、マルタが出迎えた場所におられた。家の中でマリアと一緒にいて慰めていたユダヤ人たちは、彼女が急に立ち上がって出ていくのを見て、墓に泣きに行くのだろうと思い後を追った。マルタがマリアに耳打ちしたことに対してですね、マリアは即座に反応して、そして慌てて外に出たわけです。その時の雰囲気がですね、どのようなものであったかということはですね、周囲にいたユダヤ人たちが後を追いかけたというその記述内容に示されているということになるのではないでしょうか。つまりマリアは墓へは行かないで、つまりイエスのもとに走っていったということになります。
マリアはイエスのおられるところに来て、イエスを見るなり足元にひれ伏し、主よ、もしここにいてくださいましたら、私の兄弟は死ななかったでしょうに、と言った。繰り返しますが、マルタはイエスに会った。そしてマルタは家に戻った。そしてマルタはマリアに耳打ちした。そのマリアがイエスのもとに走った。距離にすれば 2.5 キロですけども、往復するのにですね、つまり1時間以上その場にイエスは待っていたということになります。もしイエスが動いたらですね、イエスの居場所は分からなくなってしまっていただろうということですが、イエスは待っていたというわけです。そしてイエスのもとにやってきたマリアはですね、イエスのもとで泣き伏したというわけです。イエスはマリアが泣き、一緒に来たユダヤ人たちも泣いているのを見て、心に憤りを覚え、興奮して言われた。どこに葬ったのかと。彼らは、主よ、来てご覧くださいと言った。イエスは涙を流された。ユダヤ人たちは、ご覧なさい、どんなにラザロを愛しておられたことかと言った。しかし中には盲人の目を開けたこの人も、ラザロが死なないようにはできなかったのかという者もいた。このヨハネ伝はですね、つまりヨハネの立場で書かれているためにですね、イエスが泣いたのはですね、親友のラザロのせいだと、ラザロが親友だったからというわけですよね。しかし本当にそうかなということになるわけです。つまりラザロというのはですね、友は友であったわけですけども、しかし、そこまでね、親友であったかどうかということについては疑問が残るということです。むしろイエスが涙をこぼしたのはですね、流れからするとマリアが理由ではなかったかということになります。マリアが泣いた、それを見てイエスは大変心を痛めたというふうにも解釈できるということです。イエス、ラザロを生き返らせる。イエスは再び心に憤りを覚えて、こうしてラザロの復活の話へとつながっていくわけですけども、なぜイエスはその時ですね、ラザロを復活させるなどという奇跡中の奇跡、大奇跡をしてみせたかということになるわけです。荒野の修行でもですね、イエスは奇跡を使いませんでした。そして自分の死が及んだ時もですね、イエスは奇跡を使いませんでした。そのイエスがですね、奇跡の中でも奇跡、大奇跡ですよね。その大奇跡である死者を復活させるという奇跡をしてみせたわけです。なぜかなぜかということになるわけですけども、その理由の一つがですね、私はマリアではなかったかと考えています。イエスはマリアの泣く姿に大変心を動かされたというよりもですね、心を痛めたということになるのではないでしょうか。言い換えると、そのイエスの涙の中にですね、マリアに対する深い深い思い入れがあったと私は判断しました。つまり以上がですね、イエスとマリアの恋物語ということになります。その時イエスは何を考えて、どのように行動したか、そしてマリアはその時どのように考えて、どのように行動したか、それを考えていくとですね、その向こうにイエスとマリアの淡く美しく純粋な、そして素晴らしい恋物語が浮かんでくる
ということになるのではないでしょうか。もう一つ続いてですね、イエスとマリアの馴れ初め、つまり出会いについて皆さんにお伝えしたいことがあります。続く動画はその動画ということになります。つまりイエスとマリアはそのようにして知り合い、そして、まあ、今日ここで説明した恋物語へと発展していったということになるのではないでしょうか。Martha of Bethany is a biblical figure described in the Gospels of Luke and John. Together with her siblings, Lazarus and Mary of Bethany, she is described as living in the village of Bethany near Jerusalem. She was a witness to Jesus resurrecting her brother Lazarus.The Gospel, according to John, it writes about Lazarus as follows. John chapter 11:43. When he had said this, Jesus called in a loud voice, Lazarus, come out! The dead man came out, his hands and feet wrapped withStrips of linen and a cloth around his face. Jesus said to them, Take off the grave clothes and let him go. Therefore, many of the Jews who had come to visit Mary and had seen what Jesus did believed in him.ルカの福音書、ヨハネの福音書の中に出てくるのが、ベタニアのラザロとその姉妹のベタニアのマリアということになります。ベタニアのマリアおよびマルタ、マーサは実在した女性と言われていますが、ある日イエスがラザロの家に行ってみると、ラザロは病気で死んで4日が過ぎていたと言います。そこでイエスは、イエス最大の奇跡、つまりラザロの復活を試みます。そしてその様子をベタニアのマリアは目撃しています。ヨハネによる福音書第11章43節以降には次のようにあります。こう言いながら大声で、ラザロよ出てきなさいとイエスは呼ばれた。すると死人は手足を布で巻かれ、顔も布で覆い包まれたまま出てきた。イエスは人々に言われた。彼をほどいてやって帰らせなさいと。マリアのところに来てイエスのなさったことを見た多くのユダヤ人たちは、イエスがしたことを見て、そしてイエスを信じた。広瀬林、浜松シティ、ジャパン。Luke
chapter 10:38. As Jesus and his disciples were on their way, he came to a village where a woman named Martha opened her home to him. She had a sister called Mary who sat at the Lord's feet listening to what he said. But Martha was distracted by all the preparations that had to be made. She came to him and asked, Lord, don't you care that my sister has left me to do the work by myself? Tell her to help me. Martha, Martha, the Lord answered, You are worried and upset about many things, but only one thing is needed. Mary had chosen what is better, and it will not be taken away from her. イエスと使徒たちは道の途中で一つの村へとやってきた。そこにマルタと呼ばれる女性がいて、イエスたち一行をドアを開けて中へ迎え入れた。マルタには一人の妹がいて、イエスの足元に座り、イエスの話に耳を傾けていたが、マルタはマルタがしなければならない準備のため心を煩わせていた。そこでマルタはイエスにこう言った。主よ、主よ、妹のマリアは私だけにすべての仕事をさせていますが、それでよいのでしょうか。マリアに行って私を手伝うように話してくださいと。それに答えてイエスは、マルタよ、マルタ、あなたは心配し多くのことをしなければならず混乱していますが、一つのことが必要です。マリアは自分にとってより良い方を選びました。そしてその一つのことをマリアから取り去ることはできませんと。広志林、浜松シティ、ジャパン。 That is to say that Mary chose listening to the teachings of Jesus over helping her sister prepare food. Jesus responded that she was right.Because only one thing is needed, one thing, apparently, meaning listening to the teachings of Jesus. つまり、マリアはイエスの教えを聞くことを選び、彼女の姉のマルタが食事の用意をするのを手伝わなかったというのです。で、聖書の一般的な解釈によれば、ここで言う一つのことというのはイエスの教えに耳を傾けることということになります。